皆さんこんにちは、ケンです。今日は105の取り付けをしたいと思います。まずグリスを BB に塗っていきたいと思います。ラップを閉めます。はい、クランク取り付けます。はい、参考までに脱落防止の、プレートを出してみました。でちょっと今このボルト抜いたんですけど、これ参考になればなっていう。でこの穴に通すんでしょうね。こうやって締めて通すという感じですね。じゃあ逆側のクランク取り付けたいと思います。ここかな、ここやね。よし、奥まで入りました。キャップを締めたいと思います。グリス塗ります。軽く締めます。はい、横のボルト締め付けます。ここに書いてありますね。12から14ニュートンで締めましょうと書いてあります。ここね、ここに書いてあるんで、はい、ねじらせて使います。何だこれ、これな。12で締めたいと思います。はい、続いてフロントディレイラーを取り付けます。一応ディーラーズマニュアルをもとに作業していきたいと思います。まずこれバックアッププレートをつけたいと思います。おお、バックアッププレートが取れた。とりあえずフロントディレイラーの仮付けが終わったので、マニュアル通りにここの幅が、ここですね。チェーンリングとフロントディレイラーの幅が1ミリから3ミリが推奨って記載があるので、まあ、大体2ミリぐらい狙ってここの隙間を調整していきたいと思います。マックス下でちょうど合う感じやな。Z が1から3、1から3か。見づらい。見づらい。だいたい2ミリぐらいか。OK。
まか、うん、大丈夫よ。これマックスしたやん、このプレートの。もともとついてたやつやろ。もともとついてたやつをずらすことはできん。できんね、構造上できんけど、大丈夫。ここがこことここがギアと、ここの一番端っこのとこが1から3ミリやで大丈夫やろ。続いては、ロー側調整ボルトを調整して、チェーンガイド外プレートの、前端ここと、ここっすね、ここの面と、ここの刃の面の隙間を 0.5 から1ミリに調整します。でそれにはここ2つボルトあるんですけど、ロー側調整ボルトっていうのも2個あるうちのこっちを回します。紙とか名刺とかでやった方がいいのかな。 0.5 から1ミリって難しいぞ。こんなもんじゃないですかね。クランプボルトを5から7ニュートンで締め付けます。だいたい 5.1 いきますかい。サポートボルトを回して調整したいと思います。とりあえずフロントディレイラーを仮付けしたんですけど、ちょっとここについた不安なところが多いんで、後日また、改めて確認しつつ、これでよかったらそのままチェーン取り付けしますし、チェーンとワイヤー取り付けしますし、ちょっと直すところがあればちょっとまた調整、まあ微調整ぐらいだと思うんですけど、やっていきたいなと思います。はい、続いてリアディレイラーを止めたいと思います。で、ここはここの爪とここの爪か、こっちの爪、ね、こっちの爪とここの爪が隙間ないように取り付けると、こうやね、はい、8から 10ニュートンです。締めます。はい、はい、リアディレイラー取り付け完了です。はい、今日はここまでにしときます。本当は STI レバーとチェーンまで付けたいなと思ってたんですけど、ちょっといろいろ仕様変更もありますし、フロントディレイラーのとこもちょっと深掘りして調べたいと思うんで、今日はここまでにしときます。時間があれば一気にやりたいんですけど、まあ、時間も体力もないんで今日はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。